どうも YouTuber, I'm でしたシムズ4プレイ続きやっていきたいなと思います。今回もエコタイプレイ続きしていきたいと思います。いつの間にか結び子。あのなにお城完成してましたね。なんかこのアングル伝わらないな、これな。<laughs> え、どこ置こうかな息子が完成。用意だって、質が。こういう感じで置きますか。ね。 いいじゃない。さ、今回なんですけれどもね、もうそろそろ、えー、妹か弟が欲しくてですね。いやー、もうあの、子作りにね、お母さんたちは励んでいただこうかなと思っているんですけれども、えー、な、なんだっけ。えー、っと、何食べようかな。ルンピア食べようかな。 運、うん、ピア食べながら、コークでも飲もう。コーク。カスタムドリンク、コーク。飲んでいきたいなと思います。で、えっとですね。気温瀬なんですけれども。なんでこんなとこにほとんどいるんだいみたいな。ゃじゃじゃ、お風呂はいいのよ。あの、お作りに励んでほしいのよね。 おかん起きてくれないですね。おかんがね、起きないとちょっと励めないんですよね。あ起きましたね。あれちょっと待って、どういうことちょっと待って、一旦停止する。寝るしかないんだけど。あれ子作りに励むみたいな。あるじゃない。やっていきたいと思います。ここでちょっと見ていきますか。アングル的には。こ,こういう感じがいいか。はいはいはい。 でも、あの、見る気ーバーマンでここで待っていたいなと思います。あ、来ましたね。せーの。はいはいはい。よし、息子のためにもう一人頑張っちゃうぞー。いい感じだ。女の子がいいな。ま、あでも男の子でもいいですよね。まあ、あとりあえず兄弟を作ってあげたい。うん。

なんとまあですね。こちら、妊娠検査をもうすでに受けることができるんですね。やっていきたいなと思います。さあ、果たして成功しているのでしょうかいやはや、どうなんでしょうかどっか行きましたね。窓際から二人のね、様子を見ていきたいなと。おもう、一発でもうできちゃいましたね。 おとーん、すごいですね。百発百中ですか。素晴らしい。<laughs> なかなかね、生前するとアイムの設定上ですよね。えっと、なんかこう、年取れば取るほど、あの、妊娠しにくくなる数値にしているので、そう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 。だからね、珍しいですね。すぐできた。 えーっと、なんか飲み物飲みながら、なんか食べていただきたいですね。これはね、もうあの、殻にしていきたいなと思います。あれ、息子、いつの間にかお眠についておりましたな。宿題をやっていこうではないか。で、完全に寝ていきましょう。これなんだっけど、あ、カメムシ炒め。妊娠してんのに、こんなもの食べてた。 かまわぬ。あ、くっつかないポット。なんかいる、ちょっとアップグレードしたいな。このね、風力発電機ね、もういらないような気がするんですよね。だって見て、こんなにソーラーパネルつけたんだもの。いるみたいな。電球書確にしていきたいなと思います。あ、電気ね。お水ね。<laughs> ただいまでも夜だからそんな電気があれなのかなファンも眠りにつきますか。これ音にあげよう。これ。音にあげよう。え息子は、宿題をですね。もうあの、エリートになりたいから、息子。えー、楽しみだなぁ、次生まれてくる子。<laughs> 女の子もいいな。なんかファッション、ほら、女の子の方がやっぱりね、シムの世界も結構ね、洋服楽しめるんですよね。いろんなスタイルがあって。女の子っていいですよね。うーん。いろんな洋服着れるよ。妊娠中期にならないとわかんないんですよね。待って、ピヨンセ。二人分食べる。あ、4日間ですね。 なん手持ち無沙汰。あー。待ってね。4日間でしょ。あと3日。おばあちゃんになるんじゃない説。宿題終わったかな。こちらなんですけども、マナーとか育ちとかはね、あの、めんどくさいんで、マスターコマンドセンターっていうもっと、もっと紹介の方で会えば、あの、どういう風うに入れたらいいかっていうのは、もうあの、入れ方がわからない方はね、そちらの方に入れ方を、 載せてるので、そちらの投稿を見ていただけたらなと思います。で、えっ、ー、とね、これのいいところなんですけれども、ちょっと今からやってきますね。MC チートっていうのを押して、シムの情報チートで育ちの調整ってこれできるんですよ。これをね、もう数値で、最近出た、できた機能なんですけど、前はなかったんですよ。だからこれでね、もう、 パパパ,パーってこうできちゃうんですね。もうあのもうチートを使って私育ちの調整をしていきたいなと思います。まあでも結構ね上がってるんですよねアレキサンダーはね。何もしなくても。うん、そうそうそう。こんな感じでですね。もうマックスいきましたね。はい。結構ね上げるの大変なのよ。育ちのやつ。だからもうあのチート使っちゃおうみたいな。 いいのよ、私のゲームだから。そうそうそう。シート使っていいって私が言ったらいいのよ。ということでおやすみなさーい。ヨンス仕事の時間になりましたね。ジュースブレンダーでジュース作っていきたいなと思います。あ、一人用だと一個でいいんですね。果物。ほうれん草を飲んでこ子供の、お腹の子供のためにね、ほうれん草のジュースを飲んでいきたいなと思います。 ささささ。どうぞどうぞえ、ただ、6六回分ってことなのかなあれ。六ってなってた。一個、一人月一個だったら、六個絶対風呂場で飲むじゃん。あ、仕事の時間じゃない。なんか仕事行く前、なんか前回もそうだけど、ジュース飲んで行くみたいな日課になってる。 できます一生懸命働いてこ。で、やばいやばいやばい、ここちゃんとやんないと。えーとね、雑草取って全部収穫する。撤回の訴え、どうやったら1週間、金曜日過ぎたらできんのかな、撤回。しまった。やばい、息子、学校行くの忘れてた。えっ、ー、とね、なんかこんなの作って。 ちびなんとか作ってたアイムえっ、ー、とねなんかやりたいことがあってどこだっけシュリンプってあったのこれシュリンプこれ何これシュリンプって切ったんねこれにこれこれうろ10円であ待ってシュリンプ皆さんに報告なんですけどアイムの大好きなねモッドが復活しておりましてショップフォーこれ違うなえっ、ー、とね ブブー,ー。ほら、これ、シムペイに出品するっていうのができるようになったんですよ、これ。やーば。これなんかあのー、なんだっけ。なんか自分の作った商品とかを売っていくやつなんですけれども、プロプシーとはまた別で、もっとね、いろんなものが幅広く、あの、インターネット側に出品して、あの、利益を得ることができるみたいな元なんですけど、まあ、あのー、詳しくは概要欄と、あと、モッド紹介の、あのー、何 何再生再生なんとかみたいなのをアイム作ってるんでそこの方でいろんなモッド紹介してるのでね、うん、見てくださいそしてこれいいなって思ったら是非ね使って楽しんでいきましょうシムライフをなんでこんなこのゲーム面白いのかアイムちょっとよくわかんないぐらい大好きこのゲームこれこれノームとかもさ売れなかったっけまあ別にノーム売れなくてもリサイクルしちゃうからいいんだけどね リサイクルしてっちゃおーっと。はい。ピアンくん、お仕事の時間になったので、お仕事に向かいたいなと思います。さよなりー。一生懸命働いていこう。つい、木金、あと二日でしょ今週中を乗り越えたら、多分月曜日から、これ撤回訴えるっていうのが出ると思うんですけれども、予想なんですけどね、アイムの予想では。うん お帰り。息子を宿題していきたいと思います。サクッと宿題を終わらせたいと思います。これ、水、あれ違う違う違う。水、やれないあ、まだ別にお水やらなくていいんだ。さあ、おかわはですね、えー、っと、ここの雑草たちをね、撮っていますね。タンポポ。タンポポそういえば、も見なくなったよ。なんか昔なんか道路とかにタンポコポ、タンポポってなんだ、生えてたイメージあったけど、 最近タンポポ見ないぞ。あれ息子をパクッと宿題終わらせたのかいもう一回宿題をやっていっていただきましょうかね。いいね。あとな何日もう息子がいるから、おかんたちが年取って亡くなっても、息子がね、もう年の離れた。 兄弟だったとしてもね、息子がいるからもう全然大丈夫。大学行きながら、家から大学通うことができるから、大学行きたいってなったとしても家から通えばいい。と思って兄弟を作りました。で、これ終わったら、えー、っと、脳トレしたい脳トレ。脳トレ。ゲームをプレイ脳トレ。これで、うーんー、エコを作って、 久しぶりになんかおはん編み物編みますかね。編み物。再開するってあるよ。ラグホワイト。幼児着ぐるみミントオレンジ付きのカエルさんとかって作ってなかったんだあいぶいやー息子イケメンに育ちましたね。イケメンだわー。洗濯物入れてこうかな。今度こそ動いたよ。これでね、洗濯機が動かなかったら多分バグった。 んあ。いや、もう作るの早いな。もうできたって、幼児のやつ。えー、何にしようかな。あれ編み物してるんじゃないのその前に、おかんは。やばい。やっぱりなんかバグってる。洗濯機買い直しですね。これ。まあ、お金がいっぱいあるから別にいいんですけど、買い直しでもめんどくせー待って。見えない見えない。 で、こうして、乾燥機。洗濯機バグっちゃった。よいしょ。こんな感じで、いかがでしょうか。はい。息子のスキルレベルってあー、なるほど。脳、脳系はもういい感じだ。えー、じゃあ、想像力か。ゲームのさ、ゲ、ゲームプレイやってこう。 タイピング運動になる運動やってこい。運動、運動、運動、運動。あれ、梨収穫するの忘れてるよ。すべて収穫。タイピングしてますね。ギトー。ギトーディース。なんか見えたぞ。そう、シムあるある。もう、おカんとかおとんたちはもう子供大好きみたいな感じよね。すぐ子供部屋に行っちゃう。微笑ましいね。 多分ね、もうすぐ、冬だからさ、あれなはずなんだあ、洋服ちょっと着替えようかな。あれ、音寝てる。洋服どうしようかな。まあ、次回、洋服をね、決めていきたいなと思います。冬用に、もうちょっと分厚く。息子のさ、おかん、また来た。またなんか飲むの飲んでますね。息子のさ、でも距離感がちょっとありすぎて、ちょっと収まらないな。 じじゃゃ息子の、いやもうアングルー。息子のね、スキルを見たくて、アイム。うんー、運動、魅力。子供ってなんだ運動、精神、社交か。もう、おかん寝ちゃおう。早く、おかん妊娠中期にならないかな。性別が早く合いますしあ、待って、生まれてくるまで男の子か女の子か分かんない。 ようにしよう。性別、秘密にし,しよう。うん、そうしよう。もう決めたいはだから、あ、婦人科に行かないよー。お眠につきたいなと思います。おやすみなさい。人数分のさ、飲み物をさ、用意しとこうかな。ねえ。朝はやっぱり野菜ジュース。ここにさ、なんかミニテレビ置こうかな。 自分のね、部屋とかで見たりとか、人の部屋とかで見たりとかするとね、寝てるシムを起こしちゃうので、そうそうそう、ミニテレビみたいなのありましたよね。んー、あーんと、ミニテレビ。これもいいけど、ちょっと待って、見えない。あ、これ置くタイプだ。これに、これだ、ミニテレビ。できた、できた。これでさ、ちょっと一回おカ起こして、 えーっと、ジュース作って。えー、どうする朝。朝のジュース。人参にする人参。オレンジキャロットジュースってあるじゃん。これにしよう。ええー、な。片付けて。いや、まだあるやん。こうしよう。ただいま、作っております。作っております。 おと,んどおとんどこ行っとったんおとん。おとんもじゃあ、なんか、ね。えなんか、あなんかつく作っとったんや。豆腐ホットドッグを作ってたようですね。おとんもじゃあジュース飲みますか。ね。待って、おかんもここに座って、見て、テレビ見て、おとんも、 これ、なんでさ、ブレンダー飲もうとしたらお風呂入りに行くわ。ふ <laughs> わる。オッケーオッケー。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。充実してってるよ。いいね。あ、いい、いい、いい。テレビ見ながら朝食。あ、これいいな。見て、肘打つって。 ねえな何飲んでんだこれおかん全然飲んその色は何だい謎なんだよ何を飲んでいるんだこれはよくわからないのを飲んでおりますねはいということでえ今回はですね切りがいいのでここまでにしたいなと思います次回の動画をお楽しみにこの動画が良かったらチャンネル登録グッドボタンぜひお願いいたしますまた見てね Bye-bye!